編集お疲れ様でした。背景が悪い今ちょっと、すいません。練習お疲れ様でした。今回3人で練習されるのはこう大学を卒業してプロ入ってから初めてということですね。そうです。こうどういう経緯で3人で集まろうみたいな話になったんですか。去年ぐらいから3人でというか3人が一緒に集まって、こういろんな方を呼んで練習できたよねって話をお二人からしてもらってて、去年僕はリハビリだったんで参加できなかったんですけど、今年参加できることができた。3人揃うことができてすごく嬉しいです。すごく3人あの仲良さそうに和気あいあいとっていうイメージだったんですけど、どうですか。久しぶりに会われたわけではない。久しぶりっすよ。久しぶり。僕結婚式でお会いしました。僕も結婚式で来てへん。つまり久しぶりです。頭かゆくなるとか言ってこい。ちょっと頭かゆくなる。まあ欠席の理由、頭かゆくなった。そうそう。ひどいな理由。まあ知ったけど。いや、そう。つまり久しぶり。全カットよ。使える。もう当たり前。使える。もう使える。大丈夫。いつも通りやな。嘘やよ。用事があったらしいんで。しないけど。どうですか、久しぶりにこう皆さん集まられて3人で練習されて。梅津が一番嬉しいでしょ、これは。いや、もう本当に嬉しいです。本当にニヤ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 してます。ニヤニヤして、これほんま嬉しそうやでな。嬉しいっす。もう、素直に嬉しいっす。普段はやっぱり敵として戦ってるあの二人とこう一緒にやることによって、やっぱ刺激をもらうことも多いですか。そうですね、もちろん。どちらかというと、僕よりもそのシーズンを通して頑張ってる二人が、今日いろんな刺激をいただいて、明日も練習させてもらう。いろんなものを持ち帰って。真面目やな。真面目やな。でもあのね、そんな感じ。いいの、これバレるで。取材はいいのよ。大丈夫。会った時あの今年は20勝するって言ってたんで、あのそれだけで僕言っとこうかな。あと一発が言うの。あと一発ゲームあるんだ。一発ゲーム。ないよ。ないよ。一勝ごとに一発ゲームするって言ってたんで。じゃあ20勝したら20回。中日の候補よろしく。そういうこと聞いてんじゃないよ。梅津真面目にやってるよ。中日で。ほんま面白くないでしょ。別にマジおもろいんだよ。マジで。いくらぐらい。やめろ。そういうキャラでやってる。外ずらにね。教えてあげようかな。ファンの方にも。中日ファンの方に。ボケ、ツッコミ、ツッコミですよ。違う。違う。確かに。何の入り、何で終わった。質問待ち。質問答えてないから。次出す。次そうなんですよ。またこうオフは皆さんでやって、これから先、まあ、チームに戻ってそれぞれシーズンが始まるわけですけども、皆さん今年の目標というところはどうでしょうか。今年の目標は、僕自身はあの、まあ、手術して初めてこうシーズン前からあの万全な状態で戦うことができるので、まずは1年間通して1軍で、ね、投げ切れると思います。よいしょ、いるしょ、20勝しよう。まあ、しよう。2人の目標言ってました。僕、沢村賞っすね。先発じゃないだろ。無理だ。20勝できなくちゃいけないんですよ。中継ぎで。沢村賞を目指して。課題設定間違えてるから。僕の設定間違えてる。西武に移籍させてもらうことになったんですけど。沢村賞。取れる。まあ、僕一応パ・リーグで、セ・リーグで会うことないんですけど。沢村賞取ったら、僕に報告できたらなって思っちゃってます。以上です。お願いします。じゃあ次。あ、僕は12球団ナンバーワンの敗戦処理です。それは笑えないよ。それはうまかったよ。行き過ぎてる。違う違う違う。お前がやらんことやるんですよ。やらんことするから俺が変な方向に走る。前らパッとやろうって言ってさ。そうね。パッとやろう。すいません。あの僕が言います。サーマーショーです。目指すからにはサーマーショー。取るという目標を掲げて、今年中に頑張っております。はい。じゃあ梅津最後締めてくれ。最後締めてくれ。いつものやつなのか。まだ質問終わってないと思う。ないよ。これの。いや、もう大丈夫です。あの3人の関係性がすごく見えたので。
伝わったってなるか。あ、本当ですか。はい、よかったです。梅津さん、本当にね、あ、1個いいですか。はい。ライオンはもう狙ってきたんです。え、ごめんますか。はい。よく気づいてくれました。ずっと思ってました。いやいや、まあ、そうだったの。どうしたライオン。キューク買ってきました。赤ビーナ。キューク買ってきました。買ってきてもらいました。どうですか。いや、もうこういうところが変わってなくて嬉しいです。どうですか。いや、まあ、こういうところが変わってきました。言ってるんだ。いや、嬉しいです。すいません、グダグダで。ありがとうございます。僕ら履けますんで。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。また、名古屋で。ありがとうございます。名古屋でお会いしましょう。写真だけ。あ、そう、写真だ。神ちゃん、写真だけ。神田役が避けたつもりだけど。本です、本です。やったことないだろ。え、もう普通で、普通でいいですか。ちゃんとしたやつですか。普通にいつも通りで。俺たちのポーズで行くか。ないや。胸張るだけじゃん。胸張る。いや、ふざけてるやん。肩組んで。ふざけてるやん。あ、ありがとうございます。あ、いいですね。はい、じゃあこっち行きます。両端ふざけてるから、それは。ひどいな、なんか。ひどい。これニュースになるでしょ。月さんあんだもん。使いにくいよ、それは。オッケーですか。あれ、オッケーですか。使いにくい、ダメだって、ダメ。使いにくいって。使える。使える。はい。じゃあ、めちゃめちゃ。大丈夫でした。絶対大丈夫じゃないですか。こうなるって分かってたんですよ。こうなる。